オットフォーシュナーは、ドイツの軍人。ナチス・ドイツ時代に、親衛隊の将校となり、ダッハウ強制収容所の外部収容所である、カウフェリング強制収容所に所長として勤務した。最終階級は、親衛隊少佐。1902年11月4日、フォーシュナーは、バイエルン王国デュレンツインメルンにて生を受け、家族が所有する牧場で育つ。 1922年、バイマル共和国軍への入隊を果たし、その後の12年間を軍人として過ごした。1934年になると軍を離れ、国家社会主義ドイツ労働者等が有する、紙幣組織である、新衛隊に入隊し、戦闘部門である新衛隊特務部隊の一員となった。この組織は後に武装新衛隊へと改組されている。 1934年4月から1936年12月まで、フォーシュナーはバートテルツの SS 士官学校に通い、1937年から正式に NSTP 党員となった。フォーシュナーは1940年7月までルザに所属していた。1941年、バルバロッサ作戦によって独ソ戦が始まった。この頃に、 ホーシュナーは第 5SS 装甲師団、通称ビーキング師団に配属されている。しかし戦闘中に重傷を負い、治療後も戦闘任務への復帰は困難と判断されたため、新衛隊クロ部隊への移動が決定したのである。1942年春にはブーヘンバールと強制収容所にて SS 監視大隊の指揮官に着任した。1943年9月、 フォーシュナーはブーヘンバルト収容所の外部収容所として新設されたミッテルドーラ強制収容所の所長に就任する。ミッテルドーラ収容所が設置された目的は収容者を報復兵器生産工場に対する労働力として提供することであった。フォーシュナーはミッテルドーラの収容所所長であると同時にドイツ政府が報復兵器生産のために設立した ミッテルベルク有限会社の技術部門常務も兼任していた。彼は1944年4月まで技術部門常務職を務め、後任はゲオルグリ・カリーであった。所長職にある頃、フォーシュナーはミッテルドーラ収容所の運営に関して SS 保安部やゲスタポとしばしば衝突した。フォーシュナーによる収容所運営は収容者だけでなく所員に対してもあまりに 甘すぎるのではないかと批判されていたのである。またフォーシュナーはほとんど彼個人の独断で常習的にドイツ共産党員の収容者から収容者組織の役員を選出していたという。そうしたこともあり、所長としてのフォーシュナーの手腕はあまり評価されていなかった。1944年11月にはフォーシュナーが役員に任命した収容者の多くが 幸福兵器工場内でのサボタージュ活動など、秘密抵抗運動に関与していたとして消したっぽに、検挙された。さらに1945年2月には、ミッテルベルク社員として受け取った1万ライヒスマルクのボーナスについて当局に申告しなかったことが明らかになり、彼は、所長職を追われることとなった。公認者となったリヒャルトベアはかつて、 アウシュビッツ・ビルケナウ強制収容所で所長を務めた、将校であった。その後は、ダッハウ強制収容所に移った後、外部収容所である、カウフェリング強制収容所の所長を務めた。1945年4月、ホーシュナーはアメリカ陸軍によって逮捕された。その後のダッハウ裁判の中で、彼はカウフェリング収容所所長として、戦争犯罪に関与した容疑でキスを受けた。 すなわち、所長たるフォーシュナーは、彼の管理下にある収容所で行われたすべての残虐行為に関して責任を負うものとみなされたのである。1945年12月13日、他の被告35名と共に有罪判決を受けて死刑宣告を受ける。1946年5月28日、ランツベルク刑務所にて、公主刑に処された。ありがとうございます。